はい、山口親子、雑魚たち、岡田です。こんにちは、山口誠也と。はい、どうも、りっちゃんです。今日はですね、仮メンバーりっちゃんとお話をしたいですって動画ですけども、今日はですね、 YouTuber について、暴行事件についての動画になります。皆さん、最近ニュースでもすごい話題になってると思うんですけど、今それは何かというと、もう分かる通り人気 YouTuber渡辺真さんがね、活動休止した件について、りっちゃんはどうやってね、同じ YouTuber としてこれは、いやーよくないね、そこはね。しかも内容によると、毛によってね、知人と口論になって怪我をさせた、あの要するに殴る蹴るみたいな暴行をした、プラスなんか頭を踏んだとかっていう情報も載ってたんですよ、ね、しかもその元アイドルって子が、京香ちゃんっていう方、あの夢見るアドレス、仮面ライダーガイムで言った白井優里ちゃんとか、あとあの秋葉レンジャーのイエロー、スペリア役の人が所属してる事務所の元アイドルだから、この子がなんかやられたみたいな。どう思いますか？しかもこの京香ちゃんって子も YouTube をやってる。そもそも真琴さんで、前回も NHK でやらかしてるんですよ、番組で。桜井日奈子さんとサバンナが出てる番組でね、東海オンエアと一緒に出演したの。そう。で、なんかやらかしてるんですよ。いや、またかって思って、僕はね、本当にすごい今回の件はショック受けてます。で、ちなみに僕が YouTube を始めたきっかけは、真琴さんに、実は。カシマンスタジオって昔、彼は動画を出しててね、それを見て僕も YouTube やってみようかなと思って、動画投稿系男子栄養人の名残地から今に至ってるんですよ。そんな彼が暴行を起こして、もう信じられないんですよ、ホントに。りっちゃんも多分思うと思うんだけど、私も歴史がある人物だし、まあ、YouTube の顔であった、しかも UM に所属した。で、なんか今日僕ツイッター見たんですよ。で、鎌田さんが謝罪してたんですよ。UM の恥さらしになっちゃいましたね、今回の件は。まずね、真琴さんって東海オンエアに謝るべきで、東海オンエアアバンティーズとか、そうだね、まあ、関係してるはずで、ヒカキンさんにも謝らなあかんし、桐谷刑事とか、いろんな方に、これ謝罪しなきゃいけないと思うんですよ。僕もその、かいわれハンバーっていう、まあ、真琴さんが出してたグループ、結構好きだったんですよ。で、CD も DVD も買ってまして、聴いてたんですよ。そう、ライブとかね。もうなんか今回の件でも聴きたくなったからね。それだけ Twitter でも、ショックがでかいよ。はい。信じられないよ。じゃあ、柴田さんとかも言ってたけどさ、もうお前二度と帰ってくるんですよ。動画言ってます。みたいなです。そうそうそう。だからもうお前の味方をする人間とかいないから。そう。そういうのが僕、元アイドルが。しかも僕、京香ちゃんすごい好きです、ね、動画で。見てましたし。いやー、ひどいですよ。そうそうそう。だから、真琴の彼女っていう疑惑もあってね。Twitter とかで、あれが強化ちゃんだったってことなんで、だから強化ちゃんも1週間動画出してなかったって、そういうことだったんだよ。真琴と同じ時期だったじゃん、だって動画出してなかったの。それでちょっと怪しいと思うよ、やっぱりこっちも。もうの結論か言っていいっすか、なんか最近 YouTuber 悪いことしすぎです、ね、一部の人間だけど。で、今年に入って、まあ、女王ブログもそうだし、渋谷で布団を引いて、ネタ事件とか、まあ、バズのね、疑惑もあったしさ、いじめもあったから、もうやっぱり見直してほしいね、やっぱりそういう方たちは。本当に。で、こういうのがあると、やっぱ YouTuber の印象もね、悪くなるし、僕たちの印象も悪くなっちゃうわけですよ。その方たちがやってるから。で、YouTuber は悪いなぁと、思われちゃうから、もうなんかこういう事件はなくなってほしいです。ね、本当に。
なので皆さんもね、まあ、この動画分かっていただけると思いますけど、はい、ということで今日はね、人気 YouTuber 渡辺誠の活動休止についてのお話をやりました。ということで皆さん、今日の動画はこれで終わります。それでは山口やと、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。アディオス。